もちろんお客さんにもです。発明好きになれそうですか？なるほど、発明はやっぱりみんなのためにしてこそですよね。ありがとうございます。嬉しいです。もうお時間みたいですけど、どうしはります？もう少しいてくれるんですか？グラスが空いてますね。新しい飲み物注文しましょうか？どうぞ。ありがとうございます。大丈夫ですか？